2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施し、導入が中止されたイージスアショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したよ。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備しているパトリオットミサイルによって対処する体制を整備したわけだな。今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭で述べた件はあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスティックミサイルデフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたんだ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージスアショアの導入が決定されたわけだね。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージスアショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 と、イージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したってわけ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築してそこに配備する、オイルリグ型の3つの洋上案が検討されたが、敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったな。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、ANSPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したんだ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦である、マヤカタ護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン Q-C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD-5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャ化イージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているね。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、
24時間警戒態勢が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい耐用性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな改修で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているんだ。イージスシステム搭載艦の四兵装には、艦対空スタンダードミサイル、スタンダードミサイル SM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸回収の後に導入が予定されている12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だぜ。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるな。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、ANSPY7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるんだ。マヤカタ護衛艦に搭載されているレーダーは ANSPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 ANSPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたね。しかし、防衛省ではオージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、実射試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY-7 の方 SPY-6 よりも安価となること。現時点で SPY-7 を SPY-6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY-7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージスアショア用として ANSPY-7V1 機の購入をロッキードマーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや ANSPY-7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているらしい。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY-1D や SPY-6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているわけだ。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージスアショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
アメリカ海軍において航空機及び航空機搭載兵器に関する物的支援を提供する機関である。海軍航空システムコマンドネイバルエアシステムズコマンド NAVAIR のことは、みんなも知っているよね。その海軍航空システムコマンドが2024年2月7日付のプレスリリースで、軽空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲に搭載される、着艦誘導装置 JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステム1機を契約金額860万ドル約11億3000万円で、製造元のアメリカのレイセオンインテリジェンススペース RI&S に発注する契約を交わしたことを発表したな。さて、今回は空母化改修が進む護衛艦出雲に搭載予定の着艦誘導装置を発注した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の続きなんだけど、レイセオンからも2月14日に、NAVAIR 内においてプログラム管理責任を負うアメリカ海軍交通管制プログラム室 PMA213 から、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲向け統合精密侵入着陸システム JPALS を FMS 契約で受注したことが明らかにされたよ。これは2022年12月にアメリカ海軍が FMS 対外有償軍事援助を通じてレイセオンに発注したもので、今回は2024年度令和6年度に出雲に搭載される予定とされ、防衛省では2022年度令和4年度防衛予算で計上していた出雲型護衛艦改修費用61億円のうちの36億円から支出されるみたい。また、2023年度令和5年度防衛予算においても出雲型護衛艦の改修費として52億円が計上されており、その予算の中から2番艦加賀に搭載される着艦誘導装置 JPALS を取得することになっているな。この JPALS とは、GPS グローバルポジショニングシステムと UHF 並みによって F35 ライトニング2や、FA18 スーパーホーネットなどの艦載ジェット戦闘機及び V22 オスプレイなどのケルトローター機や、ヘリコプターなどの航空機を母艦まで自動で誘導し、空母や強襲揚陸艦への着艦をサポートするシステムで、それらの艦載機にそれぞれに搭載される受信機と GPS センサー、艦艇に搭載するアンテナなどの機器で構成されており、夜間や悪天候時に海上の波高が4メートルある状況でも安全に着艦を誘導できるシステムだぜ。空母や強襲揚陸艦に着艦しようとする航空機は搭載している受信装置によって、GPS センサーによって取得した海上におけるリアルタイムな位置情報を確保すると同時に、航空母艦や強襲揚陸艦側から発信される UHF 波を受信し、それらによる位置情報を照合して時期と母艦との位置関係を正確に割り出して安全に着艦を行うことが可能となるらしい。航空母艦側からは指向性が強い誘導用電波をも発信させることが可能であり、夜間や降天時など着艦しようとする航空機のパイロットの視界が確保できないような場合においても、安全で確実な着艦誘導が行えるよ。この JPALS による着艦誘導については、すべてをシステムに任せる自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用において最も難易度が高く人為的なミスが発生しやすいとされる着艦を、システムを完全かつ安全に行うことが可能だね。アメリカ海軍ではこの JPLAS を、保有するすべての原子力空母に搭載しているのはもちろん、軽空母的に F35 の垂直短距離離着陸 VSTOL 機である B 型を運用しているアメリカ級強襲揚陸艦などにも搭載しているほか、同盟国のイギリス海軍のクイーンエリザベス級空母クイーンエリザベスとプリンスオブウェールズや、イタリア海軍の空母カブールにも搭載して、これら同盟国空母との共同作戦を実施する際のパイロットの負担を軽減させていて、海上自衛隊の出雲型護衛艦にも搭載することでインド太平洋地域における共同作戦を無理なく実施できるようにしているんだって。レイセオンのサーベイランス及びネットワークシステム担当社長であるデニス・ドナヒュー氏は過去数年にわたって当社は、PMA213 と海上自衛隊との協力のもと、軽空母として運用される予定の出雲型守る艦での固定翼航空機運用における、
安全性と運用能力の向上をもたらすために、気象条件に関係なく常に正確な着陸が可能となるよう JPALS の改修に努めてきたとした上で、当社はこれまでアメリカ海軍に22機のシステムを予定通り、もしくはスケジュール前倒しで納入しており、この早期納入の実績を日本の護衛艦に対しても引き継ぎたいと考えているとの声明を発表し、出雲型護衛艦への搭載に全面的に協力する姿勢を示したよ。護衛艦出雲における1回目の改修工事では、F-35B が垂直着艦する艦尾に近いヘリコプター発着艦用の4番、5番スポット周辺の飛行甲板の耐熱塗装や、飛行甲板上を滑走路と待機用エプロンとに区分する赤と白の短いラインが交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれ、さらに走路部分には黄色の滑走路の表示線であるトラムラインとショートテイクオフライン、バウラインが引かれたな。トラムラインは F-35B が発艦する際の短距離滑走のためのセンターラインとなり、これに沿って滑走を始めた F-35B は飛行甲板上に横に引かれたショートテイクオフライン上で水力ノズルを下側に向けて浮力を増し、さらにそこから250フィート76.2メートル先に引かれているバウラインに達したところで飛行甲板から車輪が離れて飛行状態に入るぜ。これらの飛行甲板上の改修を終えた出雲において、2021年10月3日の日中に四国沖の太平洋上においてアメリカ海兵隊岩国航空基地の第242海兵戦闘攻撃飛行隊所属の F-35B2 機による発着艦試験が実施され、垂直着艦及び短距離発艦の試験が成功したとして、防衛省では5日にその際の動画を公開して大々的に発表したよ。ただし、この時点では出雲に JPALS は搭載されていないため F-35B の誘導は手動で実施されており、アメリカの強襲揚陸艦上で航空機誘導に当たっているベテラン誘導員が担当したものとみられているな。防衛省では F-35B を2025年度令和7年度から導入するとして、最初の6機が2025年度中に配備される予定とされていて、現在急ピッチでパイロットの養成が実施されているとみられているが、2024年年度末から開始される出雲の2回目の空母化改修が終わったとしても、航空自衛隊の F-35B のみで出雲に艦載される航空隊が編成されるかは微妙とされ、F-35B 飛行隊編成まではアメリカ海兵隊が運用している F-35B の海上航空基地として使用される可能性が高いとされているよ。また自衛隊にしても、出雲と加賀の空母化改修が完了するのが2027年度とされていることから、それまでの間にアメリカが海軍の強襲揚陸艦において海兵隊の F-35B を運用するという2つの異なる組織での、共同運用のノウハウについて学ぶ良い機会であるとの見方もあり、海上自衛隊の護衛艦上で航空自衛隊の戦闘機を運用するこの上ない手本となるだろうと見られているぜ。また、出雲型護衛艦に搭載できる F-35B の機数は10機から多くとも14機程度とされていることから、出雲と加賀を合わせても最大で30機にも満たず、中国海軍の空母1隻分にもならないとして出雲型護衛艦の改修と高価な F-35B の導入に防衛予算を投入することを、無駄であると指摘する軍人評論家が少なからずいるようだな。しかしながら、近年緊張が高まっている中国による台湾への軍事侵攻や、毎日のように中国海警局の艦艇によって領海侵犯が繰り返されている尖閣諸島での軍事衝突などが勃発した場合、中国軍が沖縄本島の飛行場などに先制攻撃を仕掛ける可能性があり、その際には航空自衛隊の那覇基地や場合によってはアメリカ空軍の嘉手納基地なども弾道ミサイル攻撃を受けて使用不能となる可能性は否定できないぜ。その場合、南西諸島には代替となるような長い滑走路を持つ飛行場がないため、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦のみならず出雲型護衛艦も、移動可能な洋上航空基地としての運用が期待され、出雲型護衛艦の軽空母化改修には意味があるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今まさに護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進んでいるね。
中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化はギリギリのところで間に合いそうだな。さて今回は護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の海上自衛隊において最大にして最強の護衛艦である出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機を VSTOL 垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められているよ。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル、最大幅 38.0メートル、水線幅 29.6メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルの規模で、護では加賀が大きな存在感を示しているんだ。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として SH-60 軽哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたけど、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしいね。F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発探査の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されているぜ。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては同じ第5世代ステルス制空戦闘機である F-22 ラプターを超えると言われており、さらに同一の機体構造を有する A 型通常離着陸機型と B 型垂直短距離離着陸機型及び C 型艦上機型の3タイプが存在していているな。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターの略称 JSF とも呼ばれるらしい。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は STOVL と呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機だね。その際にはエンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから排気ノズルを下方に向ける形だよ。また、エンジンから伸びるシャフトに関してはクラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて下方向への推力を得るぜ。その際には機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているためにバブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていないらしい。リフトファンの吸気ダクト扉後部には2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となる STOVL 飛行時でもエンジンに対しては十分な吸気を行えるようになっているみたい。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して垂直離着陸時やホバーリング時に機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されているぜ。このリフトファンから吹き出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークからサイドエンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても高いエンジン運転効率を維持することができるようだな。防衛省では F-35B を42機調達する計画で、2024年度には最初に導入される6機を宮崎県にあるニュータバル空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させるんだって。この F-35B 飛行隊の陸上基地として宮崎県のニュータバル基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには艦載機を陸上基地に降ろす必要があり、
その艦載機のパイロットは長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な初着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだね。米海軍では、その訓練を陸上空母離着陸訓練フィールドカーリアーランディングプラクティス FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すんだけど、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられているよ。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたけど、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていたんだ。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は、第5空母航空団の FA18EFAA18GE2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は硫黄島基地での運用が困難な時にだけ三沢、横田、厚木、岩国で大体運用されるみたい。しかし、硫黄島基地は岩国基地から約 1400km も離れていることを理由にアメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始されたぜ。出雲型空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際にはアメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言えるな。F-35B は前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができるんだ。その際、中国側から先制攻撃を受けて滑走路が使用不可となっていても STOVL としての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては非常に有効な戦力となること間違いなしだね。そのため空自では F-35B を出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において F-35A や F-15J が短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも、離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして南西諸島などの、当初防衛線における有効な戦力として期待が高まっているよ。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって、日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していたぜ。軍事専門家などの間でも出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われているらしい。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。